こんにちは、アイルーです。今回は、ピンクマが大量配置されてる新ステライチ島を、ピンクマとシナジーのあるランブータン味クッキーで走っていきます。ライチ島のように、ピンクマが多いなどコンセプトがわかりやすいステージは、そのコンセプトに沿った特化クッキーを使うと強いですが、なぜ今回のライチ島では、ピンクマと相性が良くてピンクマがたくさんあるステージで強いランブータン味が使われないのか、お話ししていきたいんだぜ。と、複雑な理由があるかのような導入の仕方をしてみましたが、うすうす気づいている人もいる通り、ランブータン味はだいぶ前のクッキーだからですね。ランブータンが最後に強化されたのは2年くらい前なのかな。ちょっと正確には覚えてませんが、さすがにそんな前の子だとスコアが出なくて当然ではあります。でも、特化クッキーと呼ばれるこというのは、案外それくらいの期間インフレが進んでてても、相性いいステージが来ると使われたりもするものなんだぜ。そんなわけで今回は、ランブータンは本当にピンクマ特化クッキーと言えるのか、についてお話ししていきたいです。結論から言うと、ランブータンのピンクマ特化性能はおまけのようなものなので、特化クッキーとは言えないんじゃないかなと思います。というのも特化クッキーで代表的な、ロリポップやレモンが、固定スコア生成をなくして、クマゼリーや障害物破壊に全てをかけてるのとは違って、ランブータンは普通に固定スコア生成が一般クッキーと同じくらいあるんですよね。なので、その分スコアの振れ幅が少なくて、インフレの影響を受けやすいから、どちらかというと他の一般クッキーと同じような扱い方になって、ピンクマ多いステージだと噛み合う分強い程度なんだぜ。でも、強化されたばかりだったりすると、そのステージのピンクマの量によっては、やっぱり最強になったりするので、特化クッキーではないけど一般クッキーでもない、特殊な位置づけになります。また、ランブータンのピンクマに関連した能力は、ペットのみが持っているんですが、同じくペットのみが各色に関連した能力を持ってるクッキーとして、シュークリームや粉雪、カプチーノなどがいます。どの子も、一般的なステージだと、強化されたばかりでもやや弱めだけど、それぞれ対応した色のクマゼリーが多いステージだと最強格になるんだぜ。そういう、不安定だけどコンセプトに合ったステージだと強い、という意味では、電気ウナギなんかもそうなんじゃないかなと思います。電気ウナギはクマゼリーとかじゃなく、障害物や高速ダッシュがあると強いタイプで、本人が距離稼げるせいでスコアも稼ぎやすくて、ちょっとわかりにくいですが、電気ウナギもステージによって振れ幅あって、障害物や高速ダッシュが多いと強くて、少ないと弱い傾向にあります。そんな感じで、一般クッキーでも特化クッキーでもない、第三のジャンルのクッキーたちってのはいると思うんだぜ。まあ自分が勝手にジャンル分けしてるだけで、クッキーはみんな等しくクッキーなんですが、わかりやすさを考えると、そんな風に3つに分けられそうですし、もっと細分化できそうです。それで、今回の動画ではランブータンがピンクマ特化かどうかという話をしたい、ということだったと思うけど、はじめにも言った通り、特化クッキーとは言えませんが、一般クッキーとも言えない、やや特化クッキーだということがわかりました。この系統の子は、強化されたり実装されたりした際に、すぐに汎用的に使われまくるということがない代わりに、ある程度長い間、噛み合うステージが来た時にランキングの上位に入ってくるというポジションを確立していて、一般的な子よりも長い期間、噛み合うステージのランキングでは見かけることがあるんだぜ。やや特化性能なため、普通のステージだとスコア低めで、相性いいステージが来た時に強いのは特化クッキーと同じで、一般クッキーよりは使い続けられる期間が長いですが、一般クッキーと同じようにインフレの影響は受けるので、特化クッキーほど使い続けられる期間が長いわけじゃない感じです。ランブータンなどのやや特化クッキーの皆さんの特徴についてはそんな感じです。なので、今回のライチ島はランブータンと相性がいいとはいえ、やっぱり前回の強化から長い期間経ってて固定スコア生成が低い分、最終スコアも低くなってるんだぜ。今回の最終スコアは、だいたい1億点くらい現環境のスコアと差がありますが、強化されたら差を埋めれてランキング入りできそうです。ちなみに、今更ながらランブータンの能力についてですが、ランブータンは一定時間ごとにクールタイムが溜まると、能力発動して固有の空間内でスコアを出していくよくあるクッキー能力で、能力が発動すると、ジャンクとスライドが緑とピンクに色分けされるから、画面に表示される色に対応した方のボタンをタイミングをしていく必要があるんだぜ。4回それを繰り返すと、つばぜり合いが起こるので、そこでは左右のボタンを交互に素早く押していけば OK です。4回押すのも、つばぜり合いの連打も、どっちもなんだかタイミングや時間が難しいので、慣れるまでは練習モードなどで試してみるといいかもです。そして、ペットの能力は、一定時間ごとにピンクマゼリーパーツ効果のアルカイックポーション生成で、ピンクマのスコアがアップする常時発動効果も持ってるんだぜ。スコアアップ効果も大きくないので、おまけのようなピンクマ特化効果ですね。しかし、強化された際にさらに大きくスコアアップするようになるかもですし、今のままでもランブータン味クッキー側が強化されれば全然通用するので、本当に強化が楽しみです。なんかもうすぐ強化が来るみたいな体でずっと話してるけど、全然伏線も何もないから強化がいつ来るかは未定なんだぜ。ランブータンコンビの能力はそんな感じですね。編成についてもお話ししておくと、ランブータンは大歩2個で十分な上にペット回復もあるので、バトン5で残った大歩2個とペット回復を受けれる都合上、あまり見かけないピガージをバトン5で使用することができます。ピガージがすごいのか、ランブータン味がすごいのかわからないけど、今回の組み合わせだと5分以上走れるんだぜ。ランブータンは能力中に体力減少が止まる時間がありますし、ピガージは能力発動時間が長いので、なんだ
かどっちも影響してそうですね。走る時間がとんでもなく長いのも一種のロマンを感じますね。他の編成だと走る時間はだいたい4分から4分30秒くらいだと思うんだぜ。走る時間が長いとその分クールタイム式の宝物とか発動できたりしそうですが、今回はコンパスだけなので影響少なそうです。ちなみにコンパスを入れた理由は、コンパスの磁力をスーパー磁力にする効果で、道中のニジクマを能力中に回収できるようにするためで、他二つのテディとランブーグローブは今回のステージで強くてペット効果とも相性いいから入れてるんだぜ。ちなみにエンジン入れるとランブータンで第5、3個目取っちゃうので良くなかったです。そんなわけでランブータン編成動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。